大阪夏の陣、真田幸村。ライバルとの再会、それは父へと赴く幸村にとって得がたき花向けとなった。今や大阪城の落城、そして豊臣家の滅亡を受けて、戦国の世に生きた者の二つの熱き声、我が心、そのすべてをこの六文銭に託さん。ようやく追いつきましてござる、兄上。真田幸村、追ってまいる。まだ戦いは続くのだな。城はすでに落ちたというか。俺は来るべき時を待つにふさわしい頂きで、それを迎えようと思う。信彦、待っていたのだ。かの日からこの時を。地を蹴るたびに命が震える。二層を狂う手が燃えるように熱い。見える我が道の先で待つ懐かしき背中が聞こえる。終わりゆく時代の声、我が六文銭に宿る戦国を生きた者たちの心の声が。信長様のために働き、この日の元を戦のない平和な国にするんだ。それが松のためでもある。いずれ信長様も認めるだろう。この私が家臣団随一の解決であると、その時私の願いも成就する。強きに惹かれし心よ、純粋であれ。天寿を打てんや、独尊神羅万象、ことごとく世の前にひれ伏すがことありぞ。己が本能に従って生き、そして死ぬ人であるために、私はそれをなしましょう。強きに染めし心よ、気高くあれ。わしゃ何が何でも細く長く生きてやるぞい。我が北条家は不滅じゃ。どこだ、ここはどこだ。俺様は誰だ。誰かいないのか。一人はいるんだ。道に惑いし心よ、安らかにある。先を見据え、敵に備えよ。我は覇王、我が拳でこの国の病を打ち砕かん。僕の命を君に捧げる。さあ夢を叶えよう。秀吉様、未来永劫あなた様のサワンとなる許可を。明日を守らんとする心よ、永遠なれ。幸村、あぎっておるようじゃな。この幸村、したたかに振るっておりますれば。わしの心を
お主の風林火山と共にある。何者をも恐れず突き進め。かっ、心得ましてござる。見ていてくだされ、親方様。まあ、たこせがね殿はいつにも増してでかい声だね。お、親父様。重そうだな、小せがね殿。これはまた、随分と人に集めたもんだ。親父様もご存知の通り、それがし、馬鹿正直者ゆえ、片っ端から拾ってまいった次第。そいつは、まったくご苦労なこった。本当によくやったね。さあ、あと一息だ。頼んだよ、雪村。お任せくだされ、おやじ様。ったく、真面目すぎるっての。うちの大将はちっとは気を抜かないと潰れちまうぜ。おお、サスケ、お前もいてくれたんだな。何その意外そうな反応。ちょっと俺様傷つくんだけど。言ったろ、どこまでも大将についていくってさ。ま、とっとと仕事を終えてゆっくり休もうや。なんなら俺様面白いとこ連れてってやるけど。ああ、それもいいな。楽しみにしているぞサスケ。わかったもよ。心が確かに我が心の内にある。皆の心を届け伝えるわ。この雪村が皆と交わした最後の約束、そしてそれが我が兄との約束でもある。手に負えよ我が日本、手に負えよ我が炎。遅くなり申したが、これでも懸命にかけてまいりました。
なれば今少しお待ちくだされ、兄上。見違えたぞ、真田。わしにはわかる。お前はとてつもなく重い何かを背負ってここまで来たのだな。お前の重荷をわしに背負わせてくれ。徳川殿、これは貴殿が背負うべき荷ではござらぬ。いや、わしは全てを背負わねばならない。でなければ終わらない。新しき世など生まれはしない。新しく生まれた世を汚さぬために、古き時代の汚れはこのわしが全て抱き、メイドへ持っていく。渡さぬというなら奪うまで。わしには罪を重ねる覚悟ができている。渡せぬが伝えてみよう。天下人たる貴殿の悲しき覚悟に応えて。伝える？お前がわしに何を伝えようというんだ。ただ一つ、人の強気を信じる、その心を。人の強気だと？お前は人が強いとわしに説くのか。それは間違いだ、さらな。人は弱く、儚く、脆い。確かに、お前や信行、信玄公、信長公、秀吉と信じるに値する強さを持った者もいるだろう。だが他の多くの者は違う。力に屈し、思いに惑い、簡単に道を誤ってしまう。わしも同じだ。信行や家臣たちとの強い絆がなければここまでたどり着くことはできなかった。そうとも真田、人は弱い。だからこそわしは人を強い絆でつなげている。貴殿と絆をつなげぬ者は切り捨ててでござるか。それも人の弱さの証だ。なれば人は強くなればよろしかろう。古きものを切り捨てることが弱さの証と申すなら、拾い上げる強さを持てばよい。それができると信じる。そんな強き心を持てばよい。人が弱いと、己が弱いと知るものなればこそ、まことの強さを求めることもできるはず。人の強さを信じる心はきっと貴殿に新しき時代に新たな絆をもたらす。それがしはそう信じているのでござる。天下人徳川家康のまことの強さを信じているのでござる。真田、お前は我が心の師、信玄公の教えをわしに届けてくれたのか。いや、ありがとう。
人の強さ、わしもそれを信じてみよう。信行は天守閣にいる。約束。何よりも強い絆か。親父殿の言う通りだったな。お前は俺に追いついた。お待たせいたした、兄上。ああ、ずいぶんと待った。親父殿がお前を待てと言った。故に待っていた。兄上は親父様との約束をしかと果たされた。なれば次はそれがしの番にござる。お聞きくだされ、兄上。父正幸がこの雪村に託した兄上への言葉を。背中を追うな。前を行く者の背中を追わなくてよい。誰かの後ろ姿を探さなくてよい。親父様はそう申された。追うな。兄上は先頭を行く者だと。前へと進む道なきを切り開き、大地を踏みしめ、皆が通ることのできる新しき道を作るものだと親父様は申された。兄上、あなたは誰とも道をたがえてなどいなかった。ましてや進む道を誤ってなどいなかった。ただ見るべきものを見ていなかった。
それは兄上の前ではなく後ろにあったのです。振り向けばそこに見るべきものがあった。あなたの背中を目印に歩く人々の姿が、あなたの作った道を歩く人々の顔がそこにある。あなたが見るべきは誰の背中でもない後に続く者たちの顔でござる。後に続く者たちの顔。俺は今お前を見ている。親父殿に言われた通り、お前を待ち、俺の背に追いついたお前の顔を見ている。では俺がこれまで見ていたものは何だったのか。俺に見えていたのは何だった。そうか、俺が見据えていたのは、俺が見たいと願った巨像、偽りの背中だ。俺は己を騙していたのだ。先へ、ただ先へと迷わず突き進むために。親父殿はそれを気づかせようと申されたのだ。俺に雪村を待てと。この信行、真田誠のもののふなり。雪村、俺は立ち止まることを恐れていた。一歩たりとも立ち止まることなく道を大股で急がねば、最も恐れる者に追いつかれてしまう。そこには何者も打ち勝つことができない。信長も秀吉も信玄公も親父殿もそれに敗れた死だ。俺は死を恐れていた。いや、何事もなすことなく道半ばで倒れ消えゆく、それを恐れていたのだ。故に俺は先を行く者の瀬名を探し求めた。決して追いつくことのない後ろ姿を。だが俺の目に映るその姿はいつしか己の恐怖が生み出した幻へと変わっていた。愚かだな。俺には誰の姿もどのような景色も見えてはいなかったのだ。しかしこれより先は違います。ああ、そうだ。俺はこれから様々なものを見る。今まで見えなかったものを、人を、景色を、そして心を。今の兄上にならば託せまする。それがしが道々拾い集めて参った数多の心、我が六文銭に宿る戦国を生きた者たちの熱き声。捨てる者、消えゆく者、弱き者、小さき者、生ける者が忘れ去らなければ彼らも生き続ける。記憶に刻み、心に抱き、先へと連れて行ける。その足が踏みしめる道こそ誠なる真田の道。彼らの声は新しき時代にこそ必要でござる。戦国の世を二度と繰り返さぬために。雪村、お受け取りいただけまするか兄上。ああ、親方様直伝ゆえ、ちと手荒くなりますぞ。この信行、受けて立とう。しからばごめん。いやあ、兄上、雪村、何？うわ！
キムラーバーニの抱えているものの重さか。この六文銭は真田を継ぐ者が持つべきもの。それがしにはいささか重すぎましてござりますれば。さーて、これでようやく肩の荷が下り申した。どこへ行く雪村。それがし、ただの雪村に戻りましてござる。なればこの戦国にただ一人の武人として戦ってみとうござる。待て雪村。俺は重さを痛みを知った。今の俺とならば共に歩めるはずだ。兄上が共に歩むはそれがしではなく徳川殿にござる。寝そべりゃ誰の目にも映るもんがある。親父様の最後のお言葉にござる。さらばでござる兄上。雪村。100年にわたって続いた戦国乱世、その一つの時代が一人の男の戦いの中で幕を閉じようとしている。真田、日本一の強者なるや。